お集まりの皆様、ちょっと、雨っぽいところではありますが、屋台は麓まで来ておりますので、これから、引き上げを行いたいと思います。それに際しまして、お客様に、おいでいただきましたご紹介申し上げます。令和元年川瀬祭り祭祀でいらっしゃいます秩父神社宮司、園田実様です。拍手お願いします。続きまして、秩父市長久喜邦康様です。皆さんこんばんは。東町がこんなに賑やかになるとは思いませんでしたけども、たくさんの若い人、それから子どもさんたちが本当に大勢、去年もそんなことを申し上げましたけれども、ちょっと マイクの前上げてもらっていいかな。私は実は昨日今日とその実感が大変大きく持っております。昨日なども台風が心配されたり、梅雨が心配されたりした中でもよ、たくさん の子どもさんたちが、出汁だけではなくて、お宮のお参り、あるいは露天商を回るとか、大変子どもさんたちがお祭りを楽しんでいるという姿を強く印象を持ちました。やはり秩父の川瀬祭りは地元の皆さんにとっても子どもさんたちにとっても大事な大事な伝統文化だということを確信をいたしまして、ちょっと自信を持ったところでございます。この東町の新企画といいますか、冬の夜祭りに対抗して、夏の団子坂を駆け上るという、この大変ユニークな企画がこれだけのたくさんの皆さんを引きつけるということ、これは素晴らしいことだと思っております。どうかこれから東町の出汁が勢いよくこの坂を駆け上る、その時にどうか子どもさんたち気をつけて、怪我をしないようにいい思い出を作っていただきますように、心からお願い申し上げて、私のご挨拶にさせていただきます。どうか頑張ってください。ありがとうございました。大変ありがとうございました。続きまして、秩父市長久喜邦康様です。本日は奥様の真紀子様もご一緒にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。これから恒例となりました東町屋台の団子坂引き上げ、どうか皆さん頑張って引き上げてください。この東町の団子坂引き上げ、去年もご案内いただきましたが、年々再開たくさんのお客様が見えて、この雨の中でもみんな勢いよくこう引き上げるんだって気持ちがこう出ています。どうかですね、いい思い出をこの団子坂引き上げで作ってください。そして今日はこれから引き上げて、そして皆さん方がこの一年夏を乗り越えて、この一年素晴らしい年になりますことを願いながら、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。大変ありがとうございました。それでは、最後に、秩父市教育長倉沢俊夫様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。私は秩父にも出ましたけども、団子坂を登る姿を見るっていうのを、なかなかできないでいました。だけど、夏祭りで東町の皆様が平成11年から、こういう団子坂を登るっていう、引き上げるっていうことをやっていただけるっていうことに対して、
本当に敬意を表したいというふうに思います。本当に冬祭りは規制が厳しくてなかなか見ることができませんけれども、夏祭りはこうやっていろんな人に集まっていただいて、こういう引き上げが見られるということは本当に幸せだなというふうに思います。ぜひ郵送に、そして力強く引き上げていただければありがたいなというふうに思います。どうぞ頑張って引き上げていただいて、皆さんに感動を与えていただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お三人の皆様本当にありがとうございました。船元の準備も整いました。ただいまより、東町屋台、令和元年団子坂引き上げとなります。